よう。また来たの。よくもそうそう簡単にここに入れるものだね。痛い。カオパスってやつだ。その警備レベルはどうかと思う。大体あなたも暇じゃないはず。親父たちはゼップの偉い連中に会いに行くってよ。だからしばらくはゆっくり話せそうじゃん。痛い。どうせ俺がついていっても難しい話をまとまらない話にレベルアップさせちまうからな。自覚があったとは驚きだね。で、エルは何？お邪魔します。うん、邪魔。痛い。今日こそはお前を笑わせてやる。無駄。私にそんな感情はない。だけどそんなに笑ってほしいのなら笑ってあげるから、さっさと帰って。いや、そうじゃなくて。そうよ、あなたの本当の笑顔が見たいの。くどい。道具に感情は不要。だったらあなたはなぜ未だに母さんの言いつけを守っているの？私たちの役目はとっくに終わっているじゃない。それはあなた自身に母さんを裏切りたくないという気持ちがあるからでしょ。違う、それは使命。もういいじゃねえか、尋問ごっこは終わりだ。ラム、作戦に関係ないことだったら答えられんだろ。それは問題ない。今日はうまいもん持ってきたんだ。ダニーミサイルスのハンバーガーだぜ。ハンバーガー。ああ、うまいぜ。食べ物がうまいとかどうかなど私には関係ない。栄養を十分に満たしているか、あるいは過剰摂取にならないかを配慮するだけ。わかったわかった。だったらこいつの評価ってやつを聞かせてくれよ。評価。どうだ？評価というのは私の主観になる。この食べ物の絶対的な価値を知りたいのなら統計的な観点から。ああ、もうそうじゃねえよ。お前はどう感じたんだ？しょっぱい。暇なんだな、あなたたちは。それならエル、私の疑問にあなたが答えて。ん？あなたはなぜ私を裏切ったの？もうどうでもいいじゃない。暇なんでしょ。っていうか、ちょっと言いづらいんだけどね。
私は誰とも愛し合うことができないの。なぜそんな体になっているのかわからないけど、それがお母さんが私に課したルールの一つ。結婚式の時、その縛りと私の意志との間で大きな衝突を起こしちゃったんだ。やっぱりあなたは壊れてたのね。でもなんでそんなルールがあるの？ラムにはそういうルールはなかったの？ない。へえ、エルは不思議ばかりだな。ここに来たのも不思議パワーとか言ってたしな。はい、でもその件は実は私自身にも本当に不思議だったんです。だからてっきりソルさんとかシンが一緒にいると思ったんですけどね。私がここに着いた時にはカイさんしかいなかったから、あれって。でも結果オーライでした。そっか、でもそれすごくねえか？エルは俺がどこにいてもわかるってことだろ？あ、いえ、誰がどこにいるかまでは特定できないんですけどね。私にはそんな余計な機能はない。もっと完成されてる。痛い。ありがとう。ん？何？あんなに楽しそうにしているラムは初めて見た。あれが？うん、私にはわかるの。ねえ、一つ聞いていい？おう。シンはなんでラムを気にかけてくれるの？一応敵でしょ？なんだろうな、ラムはいつも自分は道具だみたいなことばかり言うじゃん。最初は機械みたいなやつだと思ったんだけど、どっかで違って見えたんだ。感情のない道具じゃないと仲間が認めてくれない。それを怖がってるように見えたんだよ。ラムが？ああ、俺そういうの身に覚えがあるっていうか感じたんだよ。ねえシン。ん？もし全てが終わったら、私たちバレンタインはどうなるのかな？どうって俺にはわかんねえよ。だけど俺たちもう仲間だろ。仲間？ああ、それなら多分カイが何とかしてくれるんじゃねえか。仲間、仲間。なんだ、どうした？私、なんだか嬉しくて。変なの。